はい、どうもおはこんばんにちは、 N スタジオのリュウです。ポケットモンスタースカーレットをやっていこうと思います。で、今回やるのは一応ツイッターのアンケートで取ったんだけど、ランクマンをするにあたってどんなポケモンで行こうかっていうアンケートを取って、電気タイプ縛りで行くのか、自分のメンバーカラーである黄色のポケモンだけでランクマンに行くのかっていうアンケートを取った結果、黄色いポケモンで、まあ言ったらメンバーカラーだね、のポケモンで行くことになったんで、早速黄色いポケモン集めをやっていこうと思いやす。で、早速ね、レントラーの色違いをゲットしたんで、今日ゲットしようと思ってるのはルカリオ、まあリオル、どっちでもいいけど、その色違いだね、をゲットしたいなぁと思うんで、今ここ南4番エリアのね、このモノミト、ここで、そう、 YouTube の動画、ショート動画とかで見て分かったんだけど、ここでピクニックを開いて、ピクニック開いて、今秘伝スパイスがね2つしかないからね、ちょっと亡くなった時用にレポートだけさせてもらいやした。で、これでピクルススライスが2つ、トマトが1個、アーリーレッド1個、ピーマンスライスで、ハンバーグで、塩と甘の秘伝スパイス、これで格闘のができるらしい、レベル3。よし、これで格闘の遭遇と、なんだっけ、二つなと輝きパワーのレベル3がついたんで、これであとはひたすらレッツゴーするだけみたいなのを聞いたんで、ああ、いるね、いるね。よし、行ってこい、レントラ。こっからはひたすらレッツゴーして出していこうと思います。よっしゃ、やっと来たよ。リオールの色落ちがいい。よし、ゲットしちゃうぜ。
やー、長かったクイックボール。お、一発。よっしゃー、ディオールの色違いゲット。ニックネームはまた後でつけよう。はい、というわけでリオールの色違いゲットしました。性格はわんぱくな性格か、特攻盛りの防御上がりか。どっちのタイプで作るかちょっとまたいろいろ調べて育成していこうと思います。チャンネル登録、グッドボタンの方お願いします。次回のポケモンはまた黄色いポケモン何か捕まえに行こうとは思うんで、このポケモンいいですよとかいうのがあったらぜひ教えてください。では次回の動画、またライブ配信の時まで、またね。